ばんは。こんばんは。お話し会とは打って変わり。ポング香港さん、クマタワーありがとうございます。和傘タワーありがとう。Thank you ありがとうございます。パラダイス取れました、ありがとう。お、ありがとう。間違えて間違えて、ありがとう。ありがとう。こちらこそ2日間ありがとうございました。いきますね。こんばんは。2022年6月。目がゴロゴロする。なんか J ポング、香港さんありがとう。多分毛が入りました。ありがとう皆さん。それでは七並べもしましょう。花は誰のもの、新恋も行きます。お、お待ちしてます。こんばんは。七並べしよう。4422からありがとう。お髪似合ってました。トントントン、めっちゃ猫って言われました。前髪が、あ、あ、みちゅゆみりんさやかりんでした。あら、全然当たらなかった。こんばんは。つるんってなっちゃった。そう、メンズライクっぽくしてみたんですけど、みちは猫顔。そう、なんかね、
メイクをさ、こう釣り目にしとったけんかなって思ったから、うちのことをよく知ってくれてそうな福ちゃんに、私って猫顔なんかなって言ったら、うちはタヌキ顔じゃないや、キツネって言われました。こんばんは。続きまして、464650でいきます。4650、今日スティッチの日なの？なんで？と、あきちゃんがキツネ顔、あ、ほんとじゃあ私は何顔なんだろう。うんうん、お、みちゅみちゅさこちゃんです。いいよか人間顔。確かにおきちゃんキツネって言われたらわかる。じゃあ猫なんかな。じゃあめちゃめちゃパス攻撃。お、セーフ。みんなもうあと1回ワーストしたら、あー1回も出せずに終わることが今日何回もあった。あ、終わったワースト。うん、動物の森の一番くじね、今日で合計17回引いたんですよ多分。まだ1回も B 賞と D 賞当たってない。 C と E と F と G がめちゃめちゃ当たりました。ATM 欲しい。まだ売ってるんだ。いや、ほぼ売り切れたんじゃけど、穴場を見つけてね、そこに行ってる。そう、 B と D が欲しいの。犬猫タヌキキツネ顔、みんな要素入ってる気がします。本当？道さん推しだけど他のメンバーの配信も見てるとみんなそれぞれ良くて心が揺らぎますいいことだ。うちの配信が最近短いですもんね。ごめんごめん。次、50分22秒でいきます。インスタ更新したいんじゃけどさ、できるかな。
葵ちゃん、サイカリン、私でした。で、当たらないじゃん。いよいよラストスパートって感じ出てきたね。確かに ATM かワイヤスコープもいいな。ねえ、そうよね。 ATM… あー間違えた、自分でトンネルしてしまった。 Oh my god。 もう そう、めっちゃ可愛いの ATM ね。音が鳴るんですよ、ちゃんと ATM に入れた時の音が。とても素敵なんです。優しい、ありがとう。優しい、ありがとう。ありがとう、クマありがとう。そう、カラトリーもね、スコップもめっちゃ可愛いんですよ。全種類欲しいんだけど、もう全種類は残ってなかった、テントを見たら。最初に言うとありがとう。確かに。次5322でいきますね。 ATM ちゃんと音が鳴るのつね。こんばんは、本日からありがとう。5322ですよね。みちゅみちゅみちゅです。お、嬉しい。ありがとう。今日誕生日です。お、葵ちゃん。口の色全然ないね。葵ちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとうございます。Thank you。あともうちょっとで終わっちゃうね。残り数分間を楽しんで。ケーキ食べましたか？チョコケーキ。女子にも投げキスなの？そうですよ。気がするになっちゃうけど話しかけます。お、ありがとう、待ってます。おなごもね、私のレーンに来てくださるおなごも何人かね、ガチ恋って言ってくれる子がいるんですよ。本当なのかどうなのかあれですけど、可愛いんですよみんな。こんばんは。ガチ恋でもガチ恋じゃなくてもね。こんばんは。明日から3連休。いいね。楽しかった、ありがとう。おめか、そう。くるくる1、2ガチ恋。いい。似合ってしちゃった。56分。
ピッタでいきます。したらあれかな、5959もできるよねきっと。道警察は P ドンじゃん、くるくる、皆さんあのあれ、あれ投稿しますんで、見てね。マイキューみちみちゅです、ありがとう。ありがおうかみ、ありがおうかみ、過去写真とかもいっぱい載せてさ、載せます。そして5959に最後のあれをしますので、ぜひ見てくださいね。てかさ、なんか最近の投稿青いね。いきます。22マサさん、21坪ゆうすけさん、20ブルーさん、19台湾ヨアラシさん、18パニックさん、17ハゼッチさん、16類アルクルさん、15位イオリさん、14位タカトラさん、13位ユウさん、12位ジョノラニコヨグレさん、11位ホジさん、10位ラムズさん、9位クボチさん、8位アキュラさん、7位セリアさん、6位エヌさん、5位13日後に担々麺を食べるマサキさん、4位ジョーさん、3位恐ろしゴリラさん、2位ナッカンさん、そして1位はトゥルルンちゃん、ジェイポング香港さんでした。パワーありがとう。それでは最後の対決を、対決対戦しますね。今日も一日ありがとうございました。お話し会今日も2日間ありがとうございました。またお話し会7月ですね。次は再販もやってるので、ぜひお待ちしております。それではまたね、またツイートします。バイバーイ、ありがとう。